テングザルは、その名の通り、テングのような長い鼻を持っています。オスもメスも鼻が伸びていますが、オスの方が鼻が立派です。立派な鼻を持つオスはモテる傾向があります。鼻が大きいほど大きく低い声を出すことができ、これはオスの強さを示しています。また、実際に肉体的にも強く、繁殖力も高いです。声を出す際には、鼻が共鳴管の働きをするとされています。テングザルは、インドネシア、ボルネオ島に固有の種であり、主に大きな川の周辺でのみ生息しています。猿でありながら、彼らは葉っぱを多く摂取します。腸にはセルロースを分解できるバクテリアが存在します。生息地では食用とされたり、消化器官内で見つかる結石が薬用として信じられています。テングザルは絶滅危惧種です。また、テングザルは、インドネシアやアメリカのサンディエゴ動物園などで観察することができます。